いやー雨だな。せっかくドローン飛ばそうと思ったのに今日はできないなっていう時あると思うんですが、この問題 DJI ネオなら解決しちゃいます。はい、ということで今日はですね、なんといよいよ発売されました DJI ネオ、こちらをご紹介していきます。この DJI ネオ何がいいかというとですね、一つ目にもうとにかく手頃であるということですね。飛行するのがめちゃくちゃ簡単に、手のひらからフライトができるということと、さらにスマホなどからの飛行もできますし、もちろんプロポを使ったコントローラーですね、こちらを使ったドローンの操縦というところもできるというところでですね、あらゆる操作が非常に手頃に気軽にできちゃうというところでめちゃくちゃいい機種になっています。そして2つ目に、これからのドローンの操縦を学ぶ方にもぴったりです。室内でこう飛ばしてね、安全をしっかり確保した状態で、飛ばして練習した後に外で楽しむっていうことができるようになっています。3つ目、既存の DJI のドローンユーザーの方であれば、様々な機器をそのまま使うことができますので、今まででしたら、雨降ったらちょっとね外で飛ばすことはできないので、この DJI ネオだったら、室内でこう気軽に飛ばすことができますので、そういった面でも、いろんなこう機器いろんな場所で飛ばせるっていうのはすごく便利じゃないかなと、室内とかこう建築系を撮るのにも非常にいいと思います。そしてもう一つ、この DJI ネオの最大の特徴はですね、なんと3万円台というめちゃくちゃお手頃な値段で DJI の高品質なドローンが買えるということですね。3万円台って言ったら、たった一月、毎日の缶コーヒーを減らすぐらいでですね、溜まっちゃいますから、これはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは少し前に発売された DJI アバター2との比較を行っていきます。重量は 135g で、100g を切れなかったっていうのはちょっとだけ残念ですけれども、4K の映像で撮影ができるというのは強いです。これだけのコンパクトさと性能を持ち合わせているのは非常に素晴らしいですよね。はい、続いてカメラ性能を見ていきましょう。DJI アバター2との比較ではそのほとんどがアバター2に軍配が上がります。ただアバター2はですね、 DJI ネオの2倍以上の値段がしますので、これはまあ仕方ないかなというふうに思います。で、一番残念なポイントはですね、 SD カードスロットがないということですね。それなのでまめにデータを転送するようにしていただくといいかと思います。で、今回の DJI ネオ、この手のひらからね離陸することができるっていうパームコントロール、これができるので、このドローン単体でももちろん大丈夫なんですけれども、さらにやっぱりコントローラー使いたいなとかね、ちょっと周辺機器増やしたいななんていう時に、いろいろな製品がですね DJI からは出ていますので、今日はさらに役立つアクセサリーも紹介していきます。まずシンプルにですね、最も低価格で DJI をコントローラーで操作したいという場合はですね、RC-N3 というタイプのコントローラーがありますので、こちらを使っていただくと、スマホの液晶を使いながらそちらをコントローラーにつけて操作することができます。続いてこちら、DJI Motion 3。これ片手でですね、機体の向きをこのように傾けることでコントロールして、トリガーで操作して前進したり後退したりすることができるんですね。この操縦体験は本当に素晴らしくて感動しちゃいます。そして DJI ゴーグル3、こちらはですね、このゴーグルを通してそのドローンの飛行の映像を見ることができます。なのでこう被るとですね、もう自分があたかも空を飛んでいるかのような映像を見ながらドローンを操縦することができるっていうのもめちゃくちゃ楽しいです。さらにこう高度な操縦をしたいという時には、こちらの DJI FPP 送信機3があると、マニュアル操作でですねアクロバティックな飛行も可能ですし、左側のジョイスティックで高度や回転を、右側のジョイスティックで前進後退左右の移動をコントロールします。初心者の方がマニュアル操縦を行うのはかなりハードルが高いと思いますので、その場合はしっかり練習してから外で飛行しましょう。でもこれも使えます。はい、で最後に DJI ネオの特徴をまとめました。1つ目、簡単操作で初心者でも飛ばせると、みんなのためのドローンといっても過言ではありません。
はい、そしてこちらの DJI ネオの注意点2つまとめました。1つ目はですね、こちら、障害物センサーが、まあ、ほぼないと言っても過言ではありません、まあ、下側へのセンサーっていうのはねあるんですけど、前後であるとか左右の障害物センサーありませんので、まあ、初めての方がいきなり外で飛ばしたら多分おそらく墜落しちゃうんじゃないかなというふうに思います。センサーないので十分に周りに配慮して、操作をするっていうところが非常に重要かなというふうに思います。最初は中でね、室内でこういろいろどんな風に動作するのかを、試しながらやっていくといいかなと思います。で、2つ目にですね、 SD カードスロットがありませんので、まあ、取り込んだデータをまめにスマホであるとか、まあ、パソコンの方に移すっていうことをやっていただくといいかなというふうに思います。まあ、でもそれぐらいですね。まあ、非常に今回は値段がお手頃ですし、まあ、これだけ DJI のドローンの周辺機器をね、たくさん使えるっていうのは、まあ、既存の DJI ドローンユーザーにとっても、まあ、この上ないおもちゃ、超高品質なトイドローンといっても過言ではないかもしれません。ということで結論ですが、DJI のドローンユーザーならまず買って損はなし。そしてこれからちょっとドローンを、試してみたいなとか始めていきたいな、でもちょっと外で飛ばすの不安だし、まあ、値段的にもなかなかちょっと手が届かないななんていう方にはめちゃくちゃいい機種ですので、ぜひ検討してみてください。まあ、リンク先の方、概要欄の方でですね紹介させていただきますので、まあ、そちらで詳細をご覧いただくのもよし、またご不明な点等あればですね、この動画のコメント欄にご質問いただければ私の方で回答させていただきますので、遠慮なくご質問ください。またこの動画がすごい役に立ったという方はですね、ぜひいいねボタン等いただけるとめちゃくちゃモチベーション上がりますので、ぜひよろしくお願いします。引き続きこのハーミットクラブライフでは、ドローンであるとか、まあ、機材で役に立つものであるとか、便利なガジェット等もですね合わせてご紹介させていただきますので、ぜひ、ご興味ご関心ある方、この動画いいなというふうに思った方はチャンネル登録をお願いします。それでは本日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。引き続きハーミットクラブライフをよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。